だ使えない。はいどうも、哲学棟です。今回はですね、シーズン29で、強化された、怒りの鶏を使った、ウィッチドクターのビルドを解説していきたいと思います。このビルドですね、怒りの、鶏に変身してね、フィールドを、高速で駆け巡りながらね、敵をバンバン倒していくという非常にね爽快感のあるビルドになりますので、ぜひね、シーズン29で、一度は試していただきたいビルドかなと思います。じゃあ、早速装備の方を紹介していきたいなと思います。まずですね、今回、レジェンダリーの効果内容がね大きく変更されて、このビルドの要になるような、アイテムをご紹介していこうかなと思います。まずね、これ家内のキューブに実際は入れていただく、アイテムになるんですけど、クラックアイというね、両手弓がありますので、こちらを、入手してほしいなと思います。こちらですね、効果の方が、怒りなの鶏使用時ペットがすべて爆発する、鶏に変身すると、鶏の与えるダメージが最大で 200% 増加し、さらに怒りの鶏が、鶏が爆発時に与えるダメージが1割につき 50% 増加するというものになってて、今回ですね、フェティッシュアーミーの方を、スキルの方に入れてますので、これ入れるとねフェティッシュがこうやって召喚されるんですけど、これがいる状態でね変身すると全部ね、これが鶏になってくれて、爆発力が大幅に上がるという形になりますので、まずクラックアイの方を入手してほしいなと思います。で、もう一つ今回強化された、装備品として、マナジュマの、彫刻、ナイフというやつがあるんですけど、こちらねセットアイテムで、マナジュマの、道っていうねアイテムですね。一つが儀式用の探検ですね、マナジュマの彫刻ナイフと、あと、もう一つが、こちらの種類としては魔除けですね、魔除けの、マナジュマの、血塗られた、供物というアイテムですね。この2つが、今回強化されて、これ2つのセット効果で、怒りのね鶏の爆発が与えるダメージが 2000% 上昇し、爆発によって倒された敵がさらなる爆発を引き起こすと、怒りの鶏の効果時間が15秒になり、移動速度が 100% 増加し、発動中に 75% のダメージ減少効果を得る。これらの効果は、ニワトリに変身している間と、変身解除後の5秒間持続するということで、75% のダメージ減少効果っていうのも非常に大きな、部分になってきますので、こいつが大事と。で、さらにですね、怒れるニワトリに変身している間、敵を追いかけて怒りのニワトリの爆発ダメージの 100% を与えるニワトリを 0.5 秒ごとに発生させるというものになりますので、変身した後ですね、こんな感じで 0.5 秒ごとにね、爆発するニワトリが、飛び出してくるという形になります。なのでね、とにかくですね、敵をたくさん集めて、雑魚敵をエリートの近くに集めてきて、で、一気に、爆発させることで、大幅にね、火力がアップするような形になってますので、まずね、この2つの、強化されたアイテムを、集めてみてほしいなと思います。じゃあ、装備の紹介、一つずつしていきたいなと思います。まず、メインハンドの方なんですけど、こちらね、儀式用の探検から、レアアイテムアップグレード、すると出てくるね、マナジュマの、彫刻ナイフと
というもので、まあ、効果については今、ご説明した通りなんですけど、優先すべきステータスとしてはですね、上は、まあ、毒ダメージが、ついていることがほとんどかなと思うんですけども、あとはですね、ダメージプラス 10% がここ乗りますので、ダメージプラス 10% 乗せていただくのと、あと、知力、プラス 1000 と、で、あとですね、ラマナドニーの贈り物を使って、ソケット開けてもらってね、エメラルドはめてもらうことで、クリティカルヒットダメージ 130% 乗りますので、これもしっかりと乗せてほしいなと思います。で、あとですね、もう一つ大事な効果として、このビルドね、ニワトリの爆発の、ダメージがですね、周囲に拡散する時の、ダメージ効果っていうのは非常に大きいので、攻撃命中時に一定の確率で 24% の範囲ダメージを与える、こちらを入れてほしいなと思います。でですね、まあ、今シーズンからですね、儀式の祭壇の中に含まれていた、1個ね、確定で、レジェンダリーアイテムをプライマルにできるというもの、ロラスナールの好奇心の方がね、使えるようになってますので、まあ、武器はなるべくね、まあ、根源なる灰を使ってプライマルで、揃えてもらうのがいいかなと思います。で、そうですね。結構この毒ダメージのあたりとか、プライマルじゃないと下がっちゃったりすることも多いので、なるべく武器は、プライマル、あるいはエンシェント、レジェンダリーにしてほしいなと思います。で、オフハンドの方なんですけども、こちらね、レアアイテムのアップグレードで出す場合は、魔除けの方ね、レアアイテムアップグレードしてもらえればいいかなと思うんですけど、こちらはですね、クリティカルヒット率 10% が乗るので、クリティカルヒット率 10% は必ず乗せていただくのと、あとですね、知力、あと、ダメージですね、の方が乗るので、ダメージと。では、こちらの方にも、攻撃命中時に一定の確率で、範囲ダメージを与えるが乗りますので、オフハンドの方にも、範囲ダメージの方を乗せてほしいなと思います。で、次ですね、まあ、今回のビルド、メインの、セットの方は、アラキルの魂セットの方になるんですけども、一応ですね、アラキルの魂セットの方も見ていくと、まず2セット効果で、自分と糸がつながった永続する、女王雲を召喚すると。糸に、捕らえられた敵は雲に取り憑かれると。取り憑かれた敵への、雲の毒の攻撃は全て取り憑かれた敵に反映されると。女王雲は雲の壺を投げた場所に移動すると。雲の壺はライフ付きで、スポーンするということで、まあ、雲の壺今回使わないのでね、2セット効果の方はあまりピンとこないかなと思うんですけど、次4セット効果ですね、女王雲が通った後に、15秒間持続する、雲の巣を残すようになり、敵の移動速度を低下させると、そして取り憑かれた巣は巣の中にいる間、取り憑かれた状態が持続すると、自分が雲の巣の中にいると、いる間と巣から出て4秒間は受けるダメージが 75% 減少するという効果があるので、この4セット効果ね、先ほどの、マナジュマのね、彫刻ナイフの、75% のダメージ、カット効果と、まあ、重ね掛けすることができますので、まあ、今回のビルドね、まあ、特に、今回はシーズン29、パラゴンがね800上限で制限されているということもありますので、まあ、ちゃんとねこの2つのセット効果、そして後で紹介するラクンバのね、ソーシングなんかの効果も、上乗せすることでね、かなり硬い、状態にすることができますので、このね、巣の中にいる間と巣から出て4秒間 75% 減少の効果もちゃんと発動させてほしいなと思います。そして6セット効果で、毒の壺、毒ガエル、火炎コウモリ、ジュソ、ピラニア、イナゴの共演によるダメージが 25,000% 上昇するというもので、今回のメイン火力のね、怒りの、鶏は呪詛になりますので、呪詛のダメージが上がるのと、あと、火力のバフとして使うね、ピラニアイナゴの共演によるダメージも上がるので、これもね、結構、地味に、ね、大きな効果になってくるかなと思います。で、各部位の、優先すべき特性なんですけど、まずね、手袋の方は、クリティカルヒットダメージが 50%、クリティカルヒット率が 10% もおりますので、この2つは必ず入れてほしいなと思います。そしてもう1つですね、ここにも範囲ダメージが 20% まで乗りますので、範囲ダメージも 20% 乗せていただくと、
栗率、栗ダメ、そして、範囲ダメージですね。この3つは優先で欲しいなと思います。あと1枠は、まあ、知力って感じですね。はい、次ですね、片当ての方なんですけども、こちらはですね、優先すべきステータスとしては、全スキルクールダウン 8% が行われますので、全スキルクールダウン 8% と、あと、ここも範囲ダメージが 20% 乗るので、範囲ダメージ。あとは、知力と、今回ね、生命力をパラゴンで持っていくことができないんで、知力、生命力あたりが乗ってると良いかなと思います。で、次、鎧ですね。鎧の方は、まず、知力と、あと生命力と、防御力の方を乗せてほしいなと思います。で、鎧と下衣にはですね、まあ、トパーズを入れてあげると、知力の方が上がりますので、知力を上げて、まあ、全体的な火力を、上げてもらうっていうのが、いいかなと思います。まあ、ちょっと上の方に行って、ライフが厳しくなってきたら、ここね、アメジストにしてライフを上げてあげるっていうのも、有効な方法になってくるかなと思いますので、ちょっと死にやすくなってきたなっていう時は、まあ、アメジストでライフを、増やすっていうのもちょっと考えてみてほしいなと思います。で、次、頭ですね。頭のところは、優先すべきものとしては、クリティカルヒット率 6% 乗りますので、必ずこちらを乗せていただくと。で、あとですね、知力と、ライフ、今プラス 13% ついてますけど、ここね、生命力プラスもつきますので、まあ、知力、生命力、クリティカルヒット率あたりが乗ってて、あと、ソケットがついてるといいかなと思います。で、ソケットの方にはですね、ダイヤモンドはめてもらって、全スキルのクールダウン時間を 12.5% 短縮。こちらを乗せていただくといいかなと思います。で、次ですね。アミュレットの方なんですけど、スクワートのネックレスを採用してます。今回結構ね、ダメージ減少効果が乗るので、まあ、だいたい GR100 から、110ぐらいまでだと、かなりスクワートもね、維持しやすいかなと思いますので、スクワート乗せてダメージを上げてもらうと。で、こちらの効果なんですけど、ダメージを受けていない間に与えるダメージが最大で 100% 増加し、受けるダメージが最大で 50% 増加すると。いうものになりますので、まあ、ちゃんとね、防御バフをすべて発動させていけば、まあ、スクワート、維持していくこともできると思いますので、スクワートをつけてほしいなと思います。で、優先すべきステータスとしてはですね、こちら、毒系のスキルダメージ、になりますので、毒系スキルダメージプラス 20%、そしてクリティカルヒットダメージ 100%、そしてクリティカルヒット率 10% ですね。で、今回ちょっとこれカルデさんがね、まあ、ノンシーズンのキャラクターを使ってるので、カルデさんついちゃってるんですけど、まあ、基本的にはですね、パラゴン800制限なんで、知力をどう伸ばしていくかっていうのが結構問題になってくるので、早いうちにですね、こだまする悪夢の方を、回してもらって、まあ、つけられるところから、カルデさんのね、ランク125を、どんどんつけていっていく。つけていくと、上の階に進んでいくことが思いますので、まあ、カルデさんの方もしっかりと、かける、カルデさんの重要性も増す、シーズンになるかなという気がしますね。はい。で、そうですね。で、次が、ラクンバの装身具、ワンコーですね。あ、で、スクワットのネックレスの優先ステータスは、スキルダメージ、毒系スキルダメージ、クリティカルヒットダメージ、クリティカルヒット率、あとソケットですね。をつけてもらえばいいかなと思います。で、次、ワンコの方がラクンバの装身具ですね。こちら効果の方が、正規吸収の蓄積数が、1以上の、場合、受ける、あらゆるダメージが 60% 減少し、さらに正規吸収の蓄積1ごとに追加で 2% ずつ減少していくというもので、まあ、これ正規吸収を敵に与えるとね、まあ、蓄積がね、5スタックまで、溜まっていくんですけども、ここのね、が1以上溜まってる時に、60% のダメージ減がかかりますので、これもね、防御バフの一つとして非常に重要になってくるという形ですね。
で、こちらのラクンバの送信具はですね、可変値の方が1から3でつくんですけど、値が高ければ高いほどね、発動が難しくなってくるという形になりますので、1が最高なので1のもので厳選してもらいたいなと思います。で、ついていってほしい、特性としては、毒系スキルダメージが 20% 乗りますので毒系スキルダメージ 20%、 あとクリティカルヒット率 6% が乗りますのでクリティカルヒット率 6% 乗せてもらって、あと、知力と、防御力つきますので、ここら辺もつけてほしいなと思います。サブ特定性でたまにね、この近接攻撃で受けるダメージとか、あと遠距離攻撃で受けるダメージ減少っていうのがあるんですけど、これもね乗ってたらラッキーぐらいの感じですかね。はい、で次、オフハンドは先ほどご紹介したので、飛ばして、指輪枠ですね。まず一つ目が属性の集合体ですね。こちら、4秒間特定の属性のダメージが 200% 増加すると、該当する属性は自分のクラスで使用可能な属性の中で変動していくし、以下の順番で切り替わっていくということで、今回だと、霊気火炎、稲妻、そして、毒が入ってますので、毒のターンで、ダメージを出していくというような、立ち回りが重要になってくるという感じですね。で、属性の集合体の方は乗せてほしいものとしては、クリティカルヒットダメージ、クリティカルヒット率、そしてですね、もう一つ、今全スキルクールダウンの方が乗ってますけど、ここにもね範囲ダメージが乗るので、クリ率クリダメ範囲ダメージあたりが指輪は乗ってると、良いかなと思います。で、指輪枠の2つ目が、無の指輪ですね。こちらの効果の方が憑依またはイナゴの共演の影響下にある敵に対しあなたとフェテッシュ以外の、ペットが与えるダメージが、最大で 300%、増加するというものになってますので、無の指輪入れて、鶏のね、ダメージをさらに、上げてもらうという感じですね。なので基本的な立ち回りとしてはですね、バフスキルであるイナゴの共演、そしてもう一つね入れてる、ピラニアの方を、敵に、使った後で、イカネルニワトリにね変身して突っ込んでいくみたいな立ち回りが一番火力が出る、構成になりますので、まあ、あのイナゴの共演をちゃんと敵にばらまくっていうことも、まあ結果を出す上では大事な立ち回りになりますので、注意してみてほしいなと思います。で、こちらの方も優先すべきステータスとしてはクリティカルヒットダメージ、クリティカルヒット率、あと、範囲ダメージの方を乗せてほしいなと思います。で、次ですね、ベルトの方なんですけど、今回クリムゾン船長2箇所入れてて、まずクリムゾン船長の効果なんですけども、2セット効果で、1秒あたりライフ回復プラス6000と、あと全スキルのクールダウン時間が 20% 短縮、あらゆるスキルのリソースコスト 20% 減少が発動してくれると、そしてですね、3セット効果で、クールダウン時間の短縮率によって与えるダメージが増加する、そしてリソース減少率によって受けるダメージが減少するというものが伸びますので、まずクリムゾン船長2箇所作ってみてほしいなと思います。で、優先すべきステータスとしてはですね、知力、生命力、防御力、を、必須で取ってほしいなと思います。全体性はね、普段だったらいらないんですけども、シーズン29に関しては知力が伸びにくいっていうところがありますので、全体性も、乗せられれば乗せてあげた方がいいかなと思います。で、次ですね、下衣の方、まあ、下衣がね、靴の方どちらかをクリムゾンで作ってもらって、アラキルのね、セットで、値がいいものが出た方を、残してもらうっていうのが、基本的な構成なんですけども、下衣で重視してほしい、特性としてはですね、知力、そして生命力ですね。生命力は必ず乗せてほしいなと思います。知力、生命力、そして防御力の方ですね。で、こちらね、先ほどお伝えしたようにトパーズをはめてあげることで知力がさらに上がるので、知力も上げてあげてほしいなと思います。で、靴の方はですね、知力、生命力、防御力と、今回移動速度にね、パラゴンを、振り当てる余裕がないので移動速度もここね 15% まで乗るので、移動速度も乗せてあげてほしいなと思います。移
移動速度、あ、12% か、12% まで移動速度つくので、移動速度を乗せてあげてほしいなと思います。で、あとですね、レジェンダリーの宝石の方なんですけど、一つが、絶望セシモノの石ですね、リフトガーディアン及びボスに対して与えるダメージが 25% 上昇する。これがランク25でつく効果なんですけど、元々のベースの効果が、同じ敵にを攻撃するたびにその敵に対して与えるダメージが 2.3% ずつ増加するというもので、まあこれね、今回まあランク150まで育てちゃったものですけども、まあランク100ぐらいまでね育てられればかなり火力が上がってくるので、絶望戦士モノの石を1個入れてほしいなと思います。で、次ですね、囚われし者の悪夢ですね。こちら、まあ、ランク25でつく効果として、15ヤード以内の敵の、移動速度を 30% を、低下させるオーラをまとうと。で、元々の効果が操作障害の影響下にある敵に対するダメージが、ランク150だと 60% を増加するというものになりますので、まあ、このランク25でつく効果でね、移動速度低下が、ね、かかるのと、あとね、まあ、今回、ウィッチドクターなので、まあ、操作障害効果をね、敵にばらまきながら、戦っていくような立ち回りになるので、囚われし者の悪夢を二つ目に、入れてほしいなと思います。で、三つ目はね、結構選択の幅が分かれるとこかなと思うんですけど、ここね、全員の復讐の、宝石ですね、の方を入れています。こちらですね、敵との距離が10ヤード離れるごとに与えるダメージが、16% ずつ増加すると。ダメージは最大で50ヤードの 80% まで増加するというものになりますので、まあ、結構ね、近距離で戦うことが多いビルドなんですけども、エリート、あとね、ガーディアン戦に関しては結構距離を取って、まあ、持久戦に持ち込むようなね、戦い方になりますので、全員の復讐席がいいかなと思います。そしてランク25でつく効果として、攻撃命中時に 20% の確率で、敵を1秒間スタン状態にするという効果が、発動しますので、全員の復讐石。あとはですね、強者の悪夢っていう、レジェンダリーの宝石があるんですけど、まあ、そちらエリートを倒した後ね、の、まあ、90秒間、ダメージが 20% 上がるというものになりますので、まあ、全員の復讐石か、強者の悪夢あたりを、3つ目に入れてあげるっていうのがいいかなと思います。装備品については、以上になります。で、あとですね、家内の、キューブの方、ちょっとご紹介しとこうかなと思うんですけども、まず一つ目がクラックアイですね、これは、両手弓を、レアアイテムアップグレードすれば出てきますので、その方法で集めてほしいなと思います。怒りの鶏使用時ペットがすべて爆発する、鶏に変身すると、ニワトリの与えるダメージが 200% 増加し、さらに怒りのニワトリで、ニワトリが爆発時に与えるダメージが1割につき 50%、増加するというやつですね。で、次にですね、ワシザの胸当てですね、プライマリーリソースが 90% 以上ある場合、受けるあらゆるダメージが 50% 減少するですね、こちらも乗せてあげることで、まあ、今回、52個、ダメージ軽減効果がで、むちゃくちゃ硬くなるんですよね。なので、ワシザを入れてほしいなと思います。今回のビルドは、イナゴの共演とね、あとピラニア以外にね、マナを使うものがなくて、イナゴの共演、ピラニアは基本的に、エリートとガーディアン戦でしかね、使うことがないので、まあ、プライマリーリソース 90% 以上、を保つっていうのも、比較的ね、維持しやすいかなと思いますので、防具枠はワシザですね。で、指輪枠の方なんですけど、王家の意向の指輪ですね。セットボーナスに必要なアイテム数を一つ減らすと、少なくとも2アイテムは自分で所有していなければならないというやつですね。これを入れることによって、こちらのね、クリムゾン船長と、アラキルセット、同時に、発動させることができますので、指輪枠は王家の意向の指輪という感じですね。で、次にスキルをね、ご紹介していこうかなと思います。まあ、今回ね、メインのスキルになってくる呪詛ですね、クールダウン時間15秒で、12秒間フィティッシュのシャーマンを召喚し、敵をニワトリに変化させると。ニワトリになった敵は攻撃ができなくなるというのが元々の効果で、ルーンの方がですね、怒りのニワトリですね。最大2秒間自分が怒れるニワトリに変身してから爆発する。
この爆発は12アド以内の敵すべてに武器ダメージの1350の毒ダメージを与えるという形になりますので、なのでね、スキルダメージの方は全部毒ダメージプラスでつけてほしいという感じですね。で、次ですね、聖騎吸収。クールダウン時間12秒で18アド以内の敵から生命エネルギーを吸収する。このスキルの影響を受けた敵一体につき知力が 3% 上昇すると。この効果は30秒間持続し最大5回まで蓄積するというものになりますので、正規吸収を、敵の近くで、発動させてあげると、まあ、それによってね、ラクンバの、ソーシングの、ダメージ 60% の減少効果もかかりますので、正規吸収はもう敵の近くで、まあ、クールダウンが終わり次第どんどんかけていくという形ですね。で、ルーンの方が検体ですね。エネルギーを吸収した際、防御力を 10% 上昇し、5秒間敵の移動速度を 80% 低下させるという形になりますので、さっきの囚われし者の悪夢のね、操作障害効果の効果も、正規吸収によって持っていきますので、敵の近くで、こちらを使ってもらうと。で、もう一つ火力アップの、欠かせないものとして、イナゴの共演ですね。こちら、コストが300マナ、かかるので、まあ、なんていうのかな。常時ひたすら使っていくっていう使い方ではなくて、まあ、エリートとかガーディアンに対してイナゴの共演を確実にかけてあげるっていう形ですね。イナゴの群れを8秒間で、武器、イナゴの群れを放ち、8秒間で武器ダメージの 1040% の、毒ダメージを与えると。イナゴの群れは付近にいる敵に連鎖していくというものですね。なので1回かけてしまえば、その敵がね、倒れた後に他の敵に連鎖していくような、スキルになるので、まあ、敵の群れに対しても、使ってもらった感じですね。で、ルーンの方は悪役ですね。イナゴの、攻撃が 100% の確率で、2体の別の敵に連鎖するですね。こちらをつけてほしいなと思います。で、もう一つの火力バフの、スキルとして、ピラニアですね。こちら、コスト250マナでクールダウン8秒と。ピラニアの群れが生息する水溜りを召喚し、8秒間で武器ダメージの 400% の、毒ダメージを与えると。ピラニアに攻撃された敵は受けるダメージが 15% 増加すると。で、ルーンの方がピラネードですね。水溜りが4秒間竜巻状態になり、付近にいる敵を定期的に吸い込む。クールダウン時間が16秒になるという形になりますので、まあ、エリート見つけたらですね、基本的には、雑魚敵をスルーしながら、エリートにね、向かって戦う、挑んでいくような立ち回りになるんですけども、自分にね、ついてきた敵なんかをエリートと一緒にこのピラニアでね、ピラネードで巻き込んであげることによって、ダメージ上げることができますので、ピラニアも、エリート戦、ガーディアン戦では使ってあげるという感じですね。次、魂の歩みですね。クールダウン時間10秒間。霊体となって生身の肉体を離れ、2秒間魂の世界に入ると。霊体でいる間は敵をすり抜けて移動できると。スキルの効果が切れるまでクールダウンは始まらないということで、まあ、ルーンの方が、霊体適正ですね。スキルの効果時間が3秒に延長されるという形なので、まあ、3秒間ね、霊界に入れるという形なんですけど、まあ、基本的にこれね、緊急回避とか、あとね、まあ、移動時間ですね。特にこの呪詛の、クールダウン、短縮していってもゼロにはなりませんので、しばらくですね、鶏になってから、もう一度ね、鶏になるまでに、タイムラグがありますので、まあ、その瞬間なんかに使ってあげると、まあ、死ににくくなってね、いいかなと思いますので、魂の歩みを使ってもらう。で、今回、まあ、鶏のね、ダメージ量をさらに上げてもらうものとして、フィティッシュアーミーですね。クールダウン120秒間で、ダガーを持った5体のフィティッシュの集団を召喚し、20秒間味方として戦われさせると。フィティッシュは、武器ダメージの 180% の物理ダメージを与えるというもので、忠実なる友ですね。このスキルのクールダウン時間が90秒になるので、こちらを入れてほしいなと思います。で、フィティッシュアーミーは、それそのもののね、火力を期待するというよりは、まあ、一番最初にね、お伝えしたように、フィティッシュアーミーの5体のこのね、フィティッシュを、ニワトリにね、変身させて爆発させるということで火力を出すのが、目的になりますので、まあ、エリート戦が、ガーディアン戦の時にフィティッシュアーミーを呼んで、まあ、ニワトリに変身してあげるという流れで、火力を出してもらえればなと。
で、次パッシブスキルですね。1つ目が、猛毒。敵に、毒属性のダメージを与えると5秒間その敵から受けるダメージが 25% 減少するということで、防御力がさらに上がるというものになりますね。で、次ですね、威力の刃、マナ消費量が 30% 増加する代わりに、自分が与えるあらゆるダメージが 20% 増加するというやつですね。で、次ですね、密かなる儀式、20ヤード以内にいる敵に対して与えるダメージが 25% 増加するですね。で、4つ目が、部族の儀式ですね。フェティッシュアーミー、ビッグバンドルール、呪詛、ガルガンチャ、ゾンビドッグ、嵐、混沌の嵐のクールダウン時間が 25% 短縮されるということで、まあ、今回関係があるのは、フェティッシュアーミーとあとね、呪詛の方が、短縮されますので、これは必須で入れてほしいなと思います。で、防御系のこの猛毒に関してはですね、まあ、もう一つ候補として、こちらのフェティッシュの守護ですね。スキルを敵に当てた際、最大 15% の確率でダガーを持ったフェティッシュを召喚するっていうのがあるんですけど、これをね、使ってあげると、さらに火力を伸ばすことができる。攻撃を当てた時にフェティッシュがね、もう一体出てきてくれるような形になるので、まあ、防御面がいらない、少し低めの回数を回す時なんかは、フェティッシュの守護の方に切り替えてあげて、まあ、火力を出していくっていうのもいいかなと思います。で、パラゴンの方なんですけど、今回ね、システムの方の、変更があって、まあ、各能力値、最大で200ポイントまで振ることができると。で、それぞれの能力値、今これまだノンシーズンの、キャラクターなんで、50ポイントが上限になってますけど、実際は100ポイントが上限で振ることができるという形になりますので、まあ、少しね、偏らした、パラゴンの振り方とかができるので、まあ、今回このビルドに最適化した形の、ステータスをお伝えしていきたいなと思います。まず主要能力値の方なんですけど、知力の方に今200ポイント、振ってあげると、いいかなと思います。で、次に、攻撃力の方ですね。こちらが、クリティカルヒット率に100ポイント、振ってあげると 10% ね、クリティカルヒット率上がるので、10% 上げてもらうと。あと、クリティカルヒットダメージの方にも100ポイント振れますので、ここに100ポイント振ってもらうという形ですね。まあ、今回は上限が50なんで、まあ、100まで上げることができないんですけども、まあ、ちょっと今回ね、少し装備品の中にカルデさんのね、絶望は全部で、レベル300分ぐらい入っちゃってるんで、まあ、そこはね、さっぴいて、プレイしていこうかなと思いますね。で、次ですね、防御の方なんですけど、ライフの方に、100ポイントですね。これで 50% アップかけられますので、ここに100ポイント。そして防御力に100ポイント振ってもらうのがいいかなと思います。で、次ですね、範囲ダメージの方に、200ポイントですね、振ってもらうといいかなと思います。あ、そうですね。上限200ポイントなんで、2箇所振るんだったら、まあ、100振るって感じ。で、範囲ダメージ、今回強化されてて、このビルドでは非常に重要になってきますので、ユーティリティのところはすべてのポイントを範囲ダメージに振ってもらう。まあ、この構成がね、まあ、今のところいいんじゃないかなと思います。まあ、攻撃速度とかあんまり、効かないので、まあ、クリリツクリダメ、ライフ、防御力、そして範囲ダメージですね。で、メイン能力値の方なんですけど、まあ、カルデさんの絶望がですね、全身に、つけていくことができると、まあ、少し生命力に振る余裕も出てくるかなと思いますので、まあ、今は知力に200ポイント振ってますけども、最終的な装備としては、まあ、生命力の方にも振っていくと、まあ、GR120 とか130とかを目指す上ではいいんじゃないかなと思います。で、従者の方なんですけども、まあ、火力重視にするときはね、スコーンドレール使ってあげるのがいいんですけど、いいかなと思うんですけど、私はこちらのエンチャントレスを今、使ってるって感じですね。で、まあ、装備の方なんですけども、まあ、今回仮組なんで、まあ、時の方向ですね。必ず必要なものとしては時の方向。盗門の効果時間が2倍になるというやつと、あと宿敵の顽皇ですね。祠と盗門から手強い敵が出現するようになるというやつですね。こちらを入れてほしいなと思います。であと、指輪で眼球の指輪ですね。敵を倒すと最大一定の確率で力の領域が生成される。この領域内にいる間は与えるダメージが最大で 85% 増加するというものになりますの
ということで、眼球の指は、力の領域が出た時は、なるべく踏むようにしてほしいなと思います。であとですね、フォーカスの方は、従者が死ななくなるものにしてますけども、まあ、GR100 とかね、今回800制限なのでそれほど上までいかないっていう場合は、これ以外のフォーカスを選んであげて、クールダウンが短くなるとか、全てのスキルが発動するようになるとかっていうものも、選択肢に入ってくるかなと思いますので、ここはね好みで変えていただいてもいいかなと思います。で、スキルの方もね、今、とりあえずで入れてますけど、テンポラルパルス、そして、次、プロメティックハーモニーですね。スキルのクールダウン時間が、減少するというやつですね。これ入れることによって、こちらのね、クリムゾン船長による火力アップの、効果も発動しますので、プロメティックハーモニー。で、知力の方をです、エンチャントレスの知力を、24K までね、上げてあげることで、ここね、最大値の、8% までね、クールダウン時間は短縮できますので、なるべく 8% まで持ってあげるという感じですね。であとパワーシールドで最後は、死んでしまうとね、結構その後のリカバリーとか大変なビルドになってくるので、フェイトラプスの方を入れてますね。あなたが致命的なダメージを受けるとエンチャントからレスから時空を移動する力を授かり、死を回避できるようになると、3.82秒間、敵の移動速度、攻撃速度、投射物の速度が 80% 低下すると。秒数はエンチャントレスの知力によって変化するんですね。こちらを入れてあげるという感じですね。従者はまあ、すごく防御寄りの構成にするんだったら、こちらのね、テンプラーの方がいいかなと思いますし、あとね、攻撃寄りの構成にするんだったら、スコーンドレールっていう感じで、使い分けてもらうといいかなと思います。じゃあ、実際にね、GR、100に、行って、立ち回りの方を解説していきたいなと思います。でリフトに入ってもらったらですね、まず、正規吸収を敵に当ててもらって正規吸収のスタックを、貯めながら、進んでもらうと感じですね。でまあエリートがいるまでは、基本的にはもう、無視して進んでいくという感じですね。で、ニワトリになれるときはね、もうニワトリになっちゃって進んでいくと。で、エリートいたので、エリートいたときは、ちょっと当たらなかったな。イナゴの共演をしっかりとかけてあげた状態で、ニワトリの爆発を当てて。クールダウンがね、かかってる時なんかは、ちょっと距離取ってね、しっかりと、安全を確保してもらうという感じですね。今回からなんか左上のところのね、進行ゲージのところにも、最初からパーセンテージが出るようになったので、非常にね、残り時間とか、そういうところも見やすくなったかなって感じですね。よいしょ。ちょっと序盤ね、マナの方を無駄遣いしちゃいましたけども、基本もうエリート以外には、使わない感じですね。で、エリートが出てきたら、イナゴの共演と、ピラニアの方を当ててあげるっていう感じですね。
構ねダメージ減少効果の方をねしっかりと発動させないと、上の方行くとね結構痛くなってくるので、まあ、慎重に進めていくって感じかな。よし、稲子の攻撃応援がちゃんとかけられていればダメージが出てくる。結構800の状態でもね、まあ 17T とかね、それぐらいは、普通にダメージが出ますので。も大きいかなと思います。お、ちょっと死んじゃいましたね。マナジュバのね、防御力アップ効果も結構でかいので、もうしっかりかけてあげると。結構移動速度もあって、まあネファリムリフトとかでもね使える、キャラクターかなと思いますので、まあグレーダーリフトを、まあ、100以上ね目指すビルドとしても使えますし、あとね、グレーダーネファリムリフトで金飯集めなんかにも、使えると思いますので、ぜひね、一度試してみてほしいなと思います。よいしょ。まあ、基本的にまあ敵の近くに行ったら、正規吸収をかけてあげて、あ、ニワトリのクルドンが流れましたね。で、変身した状態でもね、イナゴの共演とか放てますので、なのでイナゴの共演、あと、ピラニアの方はかけてあげると。おっと危ない。はい、こんな感じですね。まあ、アラキルのね、まあ、雲ビルドと、比べてもかなり、爽快なプレイができる、ビルドかなと思いますので、ぜひね、シーズン29やられる方は、一度はね、ユイチドクター、怒りのね、ニワトリビルドの方も試してみてほしいなと思います。はい、今回は一応ね、800制限ということで、まあ、素組みの状態でね、まあ、やってみましたけども、十分ね、GR100、クリア可能な火力が出るかなと思いますので、ぜひね、興味を持った方は、ビルドの方も組んでみてほしいなと思います。
このチャンネルではですね、ディアブロ3の、ビルド解説はじめ、ディアブロ各作品のね、動画投稿してますので、もしよろしければ、この機会に高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。